皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年9月、20日、20時43、44分。先ほどから、自宅前で、男性と女性、老人ぐらいの年齢の者2名がたむろ、ストーカー行為違反、迷惑防止条例違反、鬱陶しいですね。で、日本代表の、女子バレーの方たちへのメッセージですが、10対10のところから、19時30分過ぎぐらいから、テレビをつけて参加しています。いろいろこちらも対応してる部分ありますんで、まだ家の前で、足引っ張ろうと、してる連中いますね。自分たちが足引っ張ってる存在だっていうことの自覚はないからすぐにたむろするんですよ。違法行為。もう日本代表の試合が終わってるからもうどうでもよくなってる。自分たちの都合しか考えてない。そういう人間ばっかり。淡井圭介のホームページに記載してる内容とか YouTube で喋ってる内容全然わかってない。もう試合中も同じ。マフラー改造した車とか、ここの自宅の横とかに泊まって、いちいちここの建物の中入ったりだとか、ずーっとそれ足引っ張る行為。君たちなんかいらないの。そのような車に乗ってる連中なんて。たむろしたらあかん。ストーカー行為法違反や。つきまとい行為や。それと挑発行為、迷惑防止条例違反、身勝手に決めるな、君たちの方で。文部科学大臣が降ろされとったやろ、淡井圭介に言われて。髪の毛染めてるからや。まず老人男性とかいたんでしょうけども、すぐ逃げますね。大体の車のナンバーとか分かってるんですけどね。春山整骨院とかに集まってた連中は大多数ですから。で、日本女子代表の関係者だったとしたら、そちらの方から注意するべきでしょうね。今日の朝7時ぐらい、7時台に廊下を歩きながら、まだとか、もうちょっと、挑発行為に近いような言い方ですね。笑うような言い方。今もまだこの時間帯ですからね。楽天、この間言ってた通り、サイン浮上を狙ってますから、こちらも。まだ20時46分。まだこちら、集中しています。それ込みでね、対応して、録画しています。晴山整骨院に集まってくる人間自体がそもそも実力の低下してるよ。集団で歩いてる時点で実力なくなるんですよ。くだらん話をし始めるから気緩んでるでしょ。笑い話とか喋り方だけでわかる。で、そういう人間が先ほども席の声とかでつながってきたりしてるから、一瞬こちらの力が抜けてる。つながってしまうからですよ。だからここの住宅に誰も集まってこないこと、春山整骨院も含めてね。それが足を引っ張ってるって何回も言ってるんですよ。東京オリンピックの時とか日曜日休みの時に必ずと言っていいほど金メダル取ってたでしょ。記録見たら分かります。邪魔してるんですよ、春山整骨院がね。淡井圭介のスポーツの勝ち負けを取り込んでる淡井圭介を自分たちと何か勘違いしてるんじゃないですか。自分たちの実力だけで勝ったとか、そこに集まってきている時点で実力ない人間しか集まらないんです。ハリキュー整骨院なんで。これは本当の話ですよ。淡井圭介よりも実力があるかって言ったら、ほとんどの世の中の人間は実力ないんです。総合的な能力で見るとね、これは本当のことです。しっかり本当のことを言うのも礼儀です。本当のことが言わなかったら伝わらないからです。今日ホームページにアップロードした内容、YouTube にアップロードした内容、着信設定をしないからそういうことになるんですよ。
その都度その都度、青江さんがこの一日どれだけ努力してきたんだろうっていうことが見えますから、撮影しに行ってる姿とかで。あと、それ編集とかするの大変なんですよ。まあ、ちょっと数日前まで、大リーグの順位が、もともとレンジャーズが1位で、2位がアストロズで、マリナーズがつけているような状況でしたけども、エンゼルスはもう途中からこれは無理だなという判断になりました。どうしても、今シーズン最初の方は、エンゼルス、大谷翔平の所属しているエンゼルスが首位だったんですけども、かぶり物のね、パフォーマンス。鎧の兜、ああいうふうな余計なことをしていたら、順位が下がるし、そして故障者が、故障の度合いの、部分から見て、エンゼルスの選手が、一番多かったと。もうその時点で、まあ、かなり厳しい状況が今シーズン出来上がっていると。もちろん、翔平に力を貸したりとかは、まあ、6月の、ホームラン数とかを見たらわかると思うんですけども、ここ最近でアストロズが1位になってきたときに、こちらの考えていることと違うと。レンジャーズやマリナーズが1位になるべきであって、地区優勝をね、まず。そうしなかったらプレーオフの進出が確実にならないでしょう。2位でもプレー、ワイルドカードという形でも出れるんですけれども、そういうルールがあるんですよ、勝率で。だから、その辺のところも込みになってくるんですけども、なぜ最近順位が変わってきたのか、なぜアストロズが台頭してしまったのかっていうところで、結局、私は日本時間として時間を区切ろうとしてるんですけども、大リーグの方はアメリカ時間として物事を見てくる。じゃあ、試合が終わったもうこの時間から、もう大リーグのアメリカの時間とどうしても、もう重なってるんですよ。アメリカの時間と。日付は向こうの方が、日本の方が日付の方が早くて、向こうは後から追うような形で日付が変わりますけども。だから、試合とか野球の試合が終わったなと思って、数日前の話ですよ。それ確認して、例えばアイスクリームを食べた。それだけでそういう結果になるんです。ものすごくハードル高いんです。いろんなことを自分で自己検証して何が原因かなっていうことを徹底的に探さなきゃならないですから。だからこれも経験爆発がものを言う。まあ10対10のところから参加したと申し上げましたけども、そこからはもう圧倒的だったでしょう。得点差がね。もうその辺のところ、プロ野球の順位に関しては粟井圭介がはっきりと言ってます。パ・リーグも懸命、その方針で進めるつもりですし、それに関してこちらに気の緩みはないですね。ただし、物事確認は重要、これは事実ですね。で、これを言って、僕は言って力が抜けてるっていうことは、プロ野球速報に関して、粟井圭介が以前述べた内容に関して、何かずっとしがみついてる人たちがいて、まあ、楽天の対戦チームであるソフトバンクはそれを利用しようとして勝とうとしてるんじゃないかと。誰が何要因かわからないです。ソフトバンクという会社自体がどうかという疑問符はありますから、そのアーム社を買収してイギリスで上場してる時点でね、以前から何か同じことをずっとしてるように見受けられますね、孫正義さんのしてることは。太陽光パネルの生産工場がはっきりするまで、日本の各都道府県の、それとリサイクル工場、それがしっかりと確定しない限り、エネルギーの残存量問題、ずっと僕は申し上げている通りですね。今日も YouTube でアップロードした、鈴木財務大臣はまとも側っていう、そういう内容のものがありますんで、ホームページは YKS 家の歴の一番、
ここをまず見てもらったらいいです。そしたら、すぐにアクセスできるように、ここ1ヶ月ぐらい前から、だいたいそれぐらいです。そういうふうにホームページを作成しています。で、そこに記載しているものが全てじゃないんですよ。アップロードしている内容の。だから、そこまで編集とか追いつかない。エクスポートといって動画と動画をつなぎ合わせる作業なんですけども、例えばね、30分ぐらい全部つなげ合わせたときに、30分ぐらいになる動画をエクスポートしようと思ったら、何十分もかかるんですよ。30分以上とか。そういうときあります。その時は1時間ぐらいだったかな、全部合計すると。かなり時間がかかって、手間かかるんですよね。まあ、何度も言ってるし、まあ、いいかなとか思う部分もあるんですけど、我が天下と我が天下戦後幕府は日中友好関係であって、その真の日中友好関係は阪神・淡路大震災である淡井圭介の提案を受け入れて作ったゲームだから、ある程度の支払いを別行さんはしなければならない。これは絶対的なんですよ。これもしなくなったら世の中どうなるかって言ったら、人のアイデアとかまるまる盗んで作品作ってね、例えば曲とかでもそう。じゃあそれが許されるかって言ったら、絶対にこれは無理です。だからある程度のお金を支払ってもらわなければならない。で、その部分もあるから、別校さんのその運営状況に関してもいろいろ気になりますし、別校っていう名前に変えてもらったんですよ、会社名を。まあ、日本と中国はもともと別校という加工技術があると。まあ、同じ話を何回もするような形になってしまいますのでね、まあ、この辺にしておきます。で、その辺のところを遊んでるかどうかで、物事を、仕掛けてきている部分を僕は見破ってるんですよ。それで、この間の試合、例えば昨日の試合とか、まあ、1セット取られるかもしれない。これ法則性、今まで分かってるんですよ。野球の点の取られ方で。我が天下とか戦国武部、その日プレイすると、一つ行うと1点、我が天下。で、戦国武部も行うと2点取られるとか。まあ、こういうふうなところ、逆に見破れば、どうでもなくなるんですよ。おかしいでしょって。私が自分でその作ったゲームに関して、さらにここはああです、ここはこうしましょう、ああしましょう。そういうことをずっと伝えてますから、別校さんに。だから、別校さんも、その、AI のコンピューターの、その、サイバー攻撃によるバグによっても悩まされてるし、それだけじゃなくて、いろんなアプリができてしまって、それらとつながることによって、コンピューターがしっかりと認識できない。だから、それによって、Facebook とか何も書いてないのに、Facebook そのもの、本人で登録していて、それを元をたどると、メールアドレスになるんですけども、そこさえ動いてなければ大丈夫だという認識で作られていない。どこかで何かのアプリと連結するような、つながるような形によって、まあ、そこはしっかり稼働しなくなる現象とかも起きてるんです。だから、まあ、他のプレイヤーの、発言とかが、しっかりと、我が天下というゲームや戦国武部というゲームで流れるようにしてるのは、何か不具合とかあった時にね、今こんな目に遭ってるとか、今はこういう風になってるとか、そういう風なプレイヤーの実際的な被害とか、これも今のコンピューター社会だったら、どうしても、発生してしまっています。コンピューターの AI 判断もあるんでしょうけども、そのアプリを作りすぎて、いろんなところで結びつきすぎて、一つが少し変わったら、それで、本人ではないんじゃないかという疑いをコンピューターが持って、ゲームができなくなる。そういうような現象がね、昨日見受けられましたね。
それがね、他の、インターネットのアプリで、ゲームのアプリではなくて、LINE みたいなアプリですね。まあ、いろんな人たちの、文章による会話の集積上なんですけども、そこでね、プレイヤー名として僕は楠木正成公として、そういう名前でプレイしてるんですけども、それはホームページで明かしてます。で、その横に本名は粟井圭介ですっていう内容を何か長時間そこにアクセスしてないから何かデータを編集しようとするような動きがあって、それはなんか前からね、もともとそのアプリはそういうふうな習性があって、それは指摘されてるんですよ。だからそういうふうなところで、いろんな会社が IT 関係でアプリをたくさん作り始めると、もう収拾つかなくなってくるんですよ。で、余計な仕事ばっかりが増えるから、IT 関係も余計なアプリっていうのを、徹底的になくさなきゃならない。だからこれがね、世の中の現実であって、僕の方としては他にも、べっこうさんのことで気になることがあるとしたら、初期の段階で、7年ぐらい前に、7年ほど前ですね、中国で、ゲームがスタートして、それはもともと中国を先に先行して行ってくださいと。まずコンピューターのね、お客様のデータを預かるコンピューターの容量がどれぐらいになるか見通しつかないでしょう。で、他国へ進出する後から他国へ、日本だとか、タイだとか、韓国だとか、台湾だとか、あと英語圏のところだとか進出するときに、サーバー2つ用意した方がいいんじゃないかと。そういうふうなところで最初から言っています、初期段階で。もう制作過程だったと思いますね。で、今はね、最初の、販売し始めて、ダウンロードできるようにして、その一般のお客様に。すぐに1、2年の間に、1000万ダウンロード突破しましたので、そのお客様のね、積もったデータをどう扱うか。だから、例えば3年プレイしてない人のデータはもう、こちら削除させていただきますとか、もうそれをお客様にしっかりと言ってね、ゲーム内で運営してるべっこうさんの方からの、イベントのスケジュールとかの通知がありますから、それも後から僕は言ったんですよ。そのイベントの通知とかした方がいいと。いつ何が、イベントが始まるかこれわからないっていうことだったら、一般の方たちは対応できないということで。で、そのコンピューターの体積なんですよ、容量。これが何テラバイトなのか、もしくはもっと必要。もう一つ上の桁になってるのか、その頃で1000万ダウンロードでしたから、その後いろんな国にさらに進出してるんですよ。で、プレイしなくなったお客様のデータは ID 番号として残るでしょ、そのシステムだと。だから、積もったデータを、コンピューターの自動で3年プレイしてない方のデータを、強制的に削除させてもらいますとかね。何かそれしなかったらもう手で打ってデータ消去していくんだったら、1日300人のデータを消去したとしても一人で。これ1年で7000人ぐらいのデータしか消去できないでしょ、一人で。じゃあ100人で取り掛かったら、100人でも1年間で70万人分のデータしか消去できないでしょ。じゃあ1000人雇って700万人分のデータ消去するんですかと。2年で、1400万人でしょう。多分それぐらいで、3年以上プレイしてない人のデータは1400万人以上はあると思うんですね。大体でもの言ってます。なんとなく数がそれで一致してくると思うんですよ。そのサーバーは2つあって、その2つで、その国家所属のプレイヤーの人たちが、
回計算したんですけどね、数数えて。で、国家所属じゃないプレイヤーの人たちもいる、新規のお客様たちもいらっしゃる、その合計で一つのサーバーで実際稼働されてる時、そのね、初期段階の頃の日本で販売された1年の間の頃は一つのサーバーで、まあ正月ぐらいの頃で、だいたいこれ30万人ぐらいの人がプレイされてるんじゃないかなっていう見込みだったんですね。だから両方のサーバー合わせて、今でも、まあ、その、ゲーム内でお金を使うことに疲れて、辞められた方だとか、他のゲームをしたくてって、そういう方たちもいらっしゃいますから、実際に。だから、べっこうさんの方には、まあ今、まあ、早見、必要にな、3年ほどプレイしてないプレイヤーのデータとか、もう消去させてもらった方がいいと。そうじゃなかったら、コンピューターを、その容量の大きいコンピューターを借りてるにしても、自社で抱え込むにしても、それ、プレイヤーの数が増えれば増えるほど手に負えなくなってくるんですよ。お金がかかる。だから、その辺のところを他のインターネットゲームの会社とかはどうされてるのかなっていうところがあるんですよ。で、あんまりその、まあ、インターネットでダウンロードしてるゲームで、ゲーム内で、アプリ内で課金してる、その、まあ、支払い、まあ、課金というよりも支払いですね、その、お金を支払ってもらってるゲームに関して、まあ、ダウンロードを開始して、まあ、5年以内でもうこのゲームはもうなくなりましたっていうケースは結構あるんですよ。だからその時に、1年後になくなりますとかそういうふうな告知をしていたところもあったような気がするんですよ。で、一応我が天下と戦国武武に関してはある程度見通しつくものだから、もう1年ぐらい前からちゃんとお客様に言っておいた方がいいと。そうじゃなかったらすごいお金を使ってきた人たちがそのゲームはいっぱいいますから、僕も自分で後からサブクリプションで調べた時に使った金額はトータルでとんでもないことになってたのでびっくりしました。で、大抵のプレイヤーが、まあ、我が天下で言うと、まあ、それはもうプレイしてる方しかわからないから、もうなんとなくで聞いてもらったらいいんですけども、少々っていう感触と、その一つ下で、周牧っていう感触の人を、ずいぶん前から、ほとんどの人は、もう、9割以上の人は僕より強いんですよ。だから、僕以上に多分課金されてると思うんですね。課金というかお金を支払ってる。まあ、とんでもない金額のお金が動いてるゲームであることはまず間違いないんですけども、もともとの発想はね、そのお金のない人でも遊べるようにっていう考え方だったんですよね。で、一応その何も購入しなくてもプレイすることはできるんですよ、そのゲームは。まあ、ちょっと話がだいぶそれましたけども、うん、まあ、いろんなところで、そのね、ゲームをしたからといって、それは必ずしも遊んでるとは認められないでしょっていうことになるんですよ、僕の場合は。自分の提案で作ってもらったゲームで、絶対お金払ってもらわなきゃならない立場ですから。こんなことがまかり通ったら、世の中めちゃくちゃになってしまうんですよ。もうほとんど僕の考えた内容でそのゲーム作られてますから、我が天下。で、戦国武武ももともと、もう、後から戦国武武というものを出しましょうって、もう名称も戦国武武って決めてましたもん。僕の方で我が天下って決めていて、元宝とか銀領とか、まあ、千馬っていう名前の名称は特につけてませんでしたけども、もともと中国にあった、その、西遊記とか、ああいう風なお話。まあ、日本で言ったら、まあ、妖怪とか、そういう風な、まあ、昔の人の、小説書きというか物語書きの人たちが作ってきた作り話、まあそういったものをそういうふうに、登場 しましょうとか、兵種だとか、まあ、連携とか、だからそういうふうなことを最初からもう初期段階でもういっぱい言ってたんですよね。で、特殊武将、SP 武将、もう最後は伝説の武将、あとはコラボっていうような話で。で、今、べっこうさんとかに呼びかけてるのは、もうちょっとこれはもう多すぎだと。5行だとか、まあ、いろんなものが新しく出てきて、イベントもたくさん増えてるんですけども、これはこれで、新しい新規のお客様はついてこれないと。情報が多すぎて。新規のお客様が。いてなんだろうこれはっていうことで、その武将の数が多すぎたりとか、だからもうちょっと一旦これ以上
もういろんなものを増やすのをやめましょうっていうことを別行さんに呼びかけてますね。だからもう今までその他の会社とどういうふうな契約を今交わしてしまってるのか知りませんけども、もうやめといた方がいいでしょうね。まあ、そういうふうには別行さんにはお伝えしています。そうじゃなかったら最初の新規のお客様はもう逃げてしまう。もう情報量が多すぎて。まあ、とにもかくにも、女子日本代表の皆様、お疲れ様でした。現在、時刻は21時、9分です。大体の状況を、まあ、見計らって、私も対応してるつもりです。正直、野球の場合は延長戦があったら、そのエネルギーの残存量問題にも関わってくるんですけども、もう9回までいいって言ってるのに、なんか知らないですけども、ずっとね、延長戦を従ってるプロ野球界。だ経営者がよく分かってないんですよ、世の中のことを。だこれぐらい、ストレートに物言える人間ってなかなかいないでしょ、会社に入ったら。別にこれは喧嘩を売ってるわけじゃなくて、本当に勉強してもらったが、もらわなかった、行動が全然伴ってないんですよ、経営者の人たちに。普通に営業的に考えても、例えば小中学生とか、次の日が学校がある、次の日が日曜日だったとしても、もう9時ぐらいで試合終わったらいいじゃないですか。もう9時過ぎ。大体の、プロ野球9回終わった時に、大体5時10分か15分、長くて15分ぐらいで終わるのが大体の相場ですね。大体9回で終わった時に。で、ただし延長戦になった場合、かなり長い間、時間かかるでしょう。そしたら、片道2時間かけて、僕だったら甲子園のその試合見に行こうと思ったら、2時間前ぐらいには家出なかったら、いろいろ電車乗り継ぎますから、あと駅降りてから球場まで歩いていくでしょ。で、席探すじゃないですか、球場入ってから。結構時間かかるんですよ。それ考えたら、帰る時の時もお客様って混雑するじゃないですか。だから早めに帰ろうって思われてる方は、もうこの試合勝ったなと思ったら、早めにスタンドから引き上げて帰ろうとしてるお客様もいらっしゃいます。片や、試合が終わった後、そのヒーローインタビューだとか、あと応援歌を歌ってる人たちによって、まだ会場に残って余韻に浸ろうというお客様もいらっしゃるから、明石歩道橋のような事故が発生しないんです。甲子園なんて昔、ある一定の時間を超えたら、もともと甲子園って、例えば夜の20時くらいだったと思うんですけど、超えたら、もう無料で入れるようになってるんですよ。で、昔阪神タイガースの試合で、それで立ち見のお客さんがたくさん集まってきて、5万5000人とか入ってたりしてたんですよ。だからもうあそこまで行くと非常に危険なので、もうそういうふうな行動には、もう何年も前から、しないようにしています。だからこういうふうなところもね、その日本代表のそのバレーボール選手として、まあ、活躍して、その後、まあ、監督だとかコーチだとか、まあ日本国内のチームとかあるでしょう。まあ日本代表になったぐらいの方だったらそういうところが、まあ監督というポストになったりだとか、まあそういうことあるじゃないですか。だからそういうものだということでね、いろいろ私の喋ってる内容を聞いていれば、いろいろメモする、しとかなきゃなんないなっていうところはいっぱい見受けられるでしょう。事故が起きたら、会社の責任で、最悪、刑事訴訟になってしまいますよとか、そういう部分がありますから、運輸業で言ったら、例えば、トラックのドライバーの人が、人を引いて殺してしまったら業務上過失致死なんです。かなり罪重いですよ。人の命を奪ってますからね。それは会社の責任にもなってきますし。だから、スタジアムとかでもし明石歩道橋のような事故が起きて死亡者が出たら業務上過失致死なんですよ。だからそれがあるから球団は遊歩道まで土地代込みで物事を見てるのであって、で、言うほどもね、球団の本当は所有物にしなきゃならない。プロ野球は、ちゃんとそういうふうにしてるところはしてるんです。阪神タイガースみたいに。で、そこの言うほどは、しっかりと、もう、多分判例で出てると思うんですよ。
もしくは行政指導でね、広くしておきなさい、将棋倒しに人がならないようにっていうことで。まあ、これが現実なんですよね。だからそういうことをしてなかったら、変に、もうなんせスタジアムとか体育館とかもこれ以上作っちゃダメですよ。作りすぎた後で人口も少子化してますから、二十何年間。で、もっと出生率悪くなってるから、もうこれ、その少子化対策っていうものは法改正をしなかったらできないんですよ。だからそれは岸田さんに頼んでますし、岸田さんは光栄ですけども、一年内にできるっていう返答をしてるんですよ。他の議員の人たちが、協力してくれなかったら無理ですよ。最後、法改正は全、国会議員で投票しますから、まあ中には棄権する人とかもいますけども、投票自体を。だけどもう物事はこれだけはっきりしてるんだから、もうここで早急に物事変えていかなかったら、これだけややこしい世の中で、その人材派遣業法とか、ああいうようなものとかもなくしてもね、日給歩合できたかとか、それでも、ある一定の時期でやっと人口横ばいに持っていけるかどうかなんですよ。社会が複雑になりすぎて、その電波のシステムとかも含めてですよ。だからそういうところをエネルギーの残存量問題と合わせ持って解決しなければならない。これが今の、現実社会です。まあ、長くなりましたので、もうこの辺にしておきます。長い間ご清聴ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録と、着信の通知設定と、あとホームページ、RIKSKの利益の一番を、見ていただけるようにしていただければ、社会情勢とかが、今なら的確にわかると思います。僕も何回か精神病院に行かされた時に、テレビのニュースを信じてしまう人間になってしまってましたので、その状態だったら無理なんですよ。本当のことが分からなくなるから。テレビのニュースで嘘を今まで何回も放送してしまってるから。以前のニュースも、以前の映像も今でも混入してますよ。災害時とか。だからもうテレビ局合併して、純利益はちゃんと出てるところは出てますから、だからテレビ局を合併して、しっかりとした、対応をできるようにしなかったら、もうめちゃくちゃですね、世の中。映像で見たことありますから、その、橋が、河川の増水によって、濁流に、激流に飲まれて、崩壊してる橋。いろんなケース見たことあります。木の橋で、崩壊してるのは、ああいうのは当然なんですよ。何十年も経過したら木も弱ってきますから、日光と、雨で。いや、映像そのものとかはね、割れ方とかは同じだから、もうまず間違いないですよ。同じ映像使ってるって。だから現、その、まあ、その、激流の時に、まあ、それほど電波で映像を出せばいいだけの話で、本当は映像出るからね。電波で、カメラなんかなくても映像採取してますから、本当は。場所にもよると思いますよ。本当に、電波が届いてない地域とかもあるでしょうから。まあ、もう長くなりますかね。もうこの辺にしておきます。長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録とホームページ、RIKSKの利益一番と、お伝え、周りの人に、伝えていただけるようによろしくお願いいたします。